3本はさすがにアウト。例の中国人審判が怪しまれる。中国人審判のせいでアジアカップ決勝マジでつまらん。審判カタール寄りすぎる。試合はおもろいのに。開催国有利すぎるわ。カタールよりの判定多すぎ。 VR 介入しすぎておもんない。アジアカップ決勝はちょっとジャッジの基準だ。決勝の審判はちゃんと選んでほしい。2002年日韓ワールドカップの韓国ぐらい露骨なクソジャッジすぎて。カタール戦の審判はオイルマネーいくらもらったんでしょうね。サッカーというより審判へのアピール試合だね。結局 VR が介入できない局面は主審の主観で判定されるし、 VR が介入しようとオンフィールドでのレビューで決まるし、アジアカップ決勝での主審の判定は疑念が 51% を超えるものが多すぎる。アジアは審判のレベルを上げないと見れたもんじゃないな。この主審はイラン日本戦も吹いた人。決勝トーナメントでこの試合とベスト16のカタール戦の計算試合担当をし、各試合で PK を取った。その全ての PK が決勝点となった。そっかとは思うよね。審判がオイルマネすぎてつまらん。